子供の頃からずっと落書きとか漫画とかの真似をしたりとかはすごいよくしていて、高校もずっと描いてたんですけど、まあ、絵画っていう意味ではもうその大学の受験予備校っていうところで勉強を始めたのが最初で、基礎をしっかり勉強できるっていうところで広島市立大学に進学したんですけど、まあ、偶然そこが野田浩司先生がとか写実の作家さんが集まって、で写実作家を育てていこうっていう、方針の大学だったので、そこで写実についていろいろ学んで、自分が描きたかったことと、まあ、リンクするところがあったので、で写実絵画っていうのにだんだんハマっていったっていう感じですね。これを描いた時に一旦また写実の基本に立ち返って、そのモデルさんの見た目だけじゃなくて内面もしっかり描いていけたらなっていうことで、まあ、モデルさんがどういう人で、でその人が生きている、で生きて何か考えたり感じたりしているっていう、それを絵の中に込められたらなっていうふうに思って、そこを、まあ、しっかり描いていこうっていうコンセプトでやってました。肌を描くのが得意なので、そこと、あとはやっぱり髪の毛が風に吹かれてちょっと流れてるっていうのを、違和感なくしっかり描いていければなと。まあ、絵が少しだんだん良くなってきて、でこれからどういう絵を描いていこうかっていうのをちょっと、自分の絵を一回見問い直して、で今までよりすごいもっといいものを描きたいっていう欲がすごい出てた時期だったので、まあ、自分の中でも意欲的になって出てる絵ではあったと思います。まあ、写実っていうことになった時に、まあ、シルエットが似ていればいいやっていうことじゃなくて、頭がしっかりあって、で頭の形が丸みがあって、そこから、まあ、頭皮があって、でそこから生えてますっていう、そこを描いていかなきゃいけないので、そもそもその描きたいものがどういう風になりたっているのかっていうところを考えて、それはそういうものなんだっていうのが全部分かった上で描いていくっていうところが大事になってきます。タイトルなしで絵を見てどう思うかっていうのが大事だと思うので、まあ、その絵そのものを全部表しているタイトルっていうものではなくて、その切り取り方だったりそういうものの提案みたいな形にはなると思うんですけど、タイトルがこういうふうに受け取ってほしいみたいなのはあまりなくて、自分がその時に込めたものに対して皆さんはどう思いますかみたいなことなので、四万十川とか沖縄とか海とか川で綺麗なとこ行って取材できたらいいなと思ってるんですけど、まあ、モデルさんを連れてと一緒に行くのがちょっと難しいので、遠出になっちゃうので、まあ、いつかできたらいいなとは思ってます。